よろしくお願いいたします。いいですか。はい、本日は私の方から2つ報告とご説明をさせていただきたいと思います。1つは私どもは独自の仕様として持っております福岡コロナ警報、それを解除するということであります。もう1つはこのコロナ警報の関わる指標、これを見直しをするという、この2点でございます。まずこのコロナ警報でございますけれども、以前からご説明をいたしておりますように、感染の拡大局面を迎えた際に医療機関に対しまして、ベッドの準備等、受け入れと治療体制を整備をしていただく、その要請をするための県独自の指標でございます。でこのところ感染状況、それから病床の稼働率を見ますと、先ほどの本部でもご報告いたしましたように、大変落ち着いてきております。でそれに加えまして、他の地域、数字が皆さんご覧になって分かりますように、まだまだ高い水準のところがあるわけでございますが、9月の4連休がありました。私どものターミナル駅にもいつも以上の人が出ていた、そういう状況もございましたので、専門家のご意見も聞きまして、1週間から2週間その4連休の後の様子を見るということで、今日までその状況、感染の状況を見てきたわけであります。その結果、昨日の段階で全てのコロナ指標に関わる数字が全部基準未満になったところでございます。また今週の月曜日でございますけれども、いわゆる専門家で構成しております感染症危機管理対策委員会というのがございますけれども、私どものこの委員会で専門家の皆様からは、このコロナ警報を解除すること、そして引き続き県民の皆様、事業者の皆様にはこれまでお願いしていた要請、これを引き続き続けていくこと、これが妥当であると、そういうご意見を頂戴したところであります。このため今日をもって8月5日に発動いたしました福岡県のコロナ警報を解除をいたします。次に2点目でございますが、ここにありますコロナ警報の見直しでございます。1日あたり3日連続、コロナ警報でございますけれども、感染の再拡大に備えまして、7月以降の患者の発生状況、それから現在の医療提供体制、それから専門家のご意見、これを踏まえて、その基準を見直すことといたしました。この新しい基準の中身でございますが、ここにありますように、まずは1日あたり3日連続、今までは8人となっておりましたが、40人という形で数字を上げさせていただいているところであります。また、1週間あたりの感染経路不明者、これは5割を超えることとなっておりましたが、今までは3日連続、毎日毎日3日連続 50% を超える日が続くことってなっておったわけです。それから3と4の病床関係の稼働率については、50% 以上ということで、これまでの基準が示されていたわけでございますけれども、今回、先ほどの本部で解説をしておりましたとおり、40人を8人から40人にすることについてはですね、今回の波のところで一番1日あたり169というのがピークでございました。これまでが43と、第1の波の時は43でございまして、約4倍になってございます。それから病床の準備等に入るというのが、この指標の目標、狙いでございます。その病床の準備等に医療機関が要する日数が大体10日ぐらいかかりますので、今回の169というピークを迎えた時の10日前はどれぐらいの、移動平均の感染者数であったかというのを調べてみますと、39人ということでございました。そこで40人という数字に今回改めることにしたわけです。ちなみにその前8人で決めてた時にはですね、医療機関しか受け入れ機関がなかったわけですが、医療機関のベッド数も今増えておりますし、いわゆる宿泊型の宿泊療養施設もしっかり整備をされてきている、そういう状況も勘案してでの40人とさせていただきました。それから
毎日毎日、感染経路不明者が5割を超えるのが3日続くという現状を変えさせていただくのは、ご承知の通り最近は一桁で推移をしているわけですが、例えばお二人のうち一人が感染経路不明だったらもう50を超える、お一人で分からなかったら100になると、まあ、そういった状況でもって傾向がなかなか捉えにくいということで、ある期間を取ってやるということで1週間の平均の感染経路不明者の割合が5割という形で改めさせていただくものでございます。それからベッドの稼働率、病床の稼働率でございますが、最近は非常に重症者、中等症者、そういった人数が非常に減ってきております。そういったところから5割と、で一方で宿泊療養施設も含めた療養施設、医療機関と合わせた数というベッドの数というのは大きくなっておりますので、それを50まで待たないと準備に入らないというのは相当遅れる可能性があるということから、その数字を下げようということで考えたわけでございますけれども、国の方の専門家の委員会の方ではですね、ステージ3での該当する施設についてはですね、25% というのをお示しになっておりますので、我々としては国の分科会のステージ3に今すべてが該当しておりません、その使用には該当しておりませんが、 25% というこの病床稼働率について国の分科会のご意見、これを採用して50を25までして、機動的に動けるようにするというのが改正の中身の3点目でございます。以上でございます。で今後ですね、この新しい指標に基づいて毎日毎日引き続きモニタリングをしていくわけであります。でそれをもとに、再拡大をした際にはですね、病床確保、いわゆる感染者の方々にその症状に合わせた適切な医療がしっかり提供させるされると、それを頭に病床等の準備に入っていただくということを考えながら、総合的にこの指標の当てはめ判断をしていきたいということで考えたいと思っております。でその際、合わせて県民の皆様、事業者の皆様に何か追加的にお願いすべき状況になっているかどうか、これはしっかり総合判断をする、感染状況あるいは医療機関の状況、まあ、そういった国の動きとか、そういったこともあろうかと思います。それから当地の専門家のご意見、これらを踏まえてどういう事業者あるいは県民の皆様に追加的なお願いをすべきかどうか、これについてはその際また総合的に判断をして決めていきたいと、このように考えているところであります。それから次ご覧になっていただきます。で今回コロナ警報を解除したわけでするわけでございますが、コロナ警報は先ほども申し上げましたように感染された方に適切な医療がしっかり提供される、これを確保するために医療機関の側で病床等の準備をしていただいて、受け入れと治療体制をしっかり準備してある、整備をしてある、そのための指標でございます。そこで引き続き県民の皆様あるいは事業者の皆様にはこれまでお願いしたことを引き続きお願いをしていきたいと、このように考えております。人にうつさない、人からうつされない、それから自分は感染しているかもしれないと、そういう意識を絶えず持っていただく、それからガス、マスク、手洗い、人との距離、3密の回避、まあ、そういった新しい生活様式の実践、これをしっかり県民の皆様には続けていただきたいということであります。それから事業者の方々には、前から言っておりますように、それぞれの業種別ガイドラインに基づいて、感染防止対策を講じていただき、その旨をステッカー等で分かりやすく掲示をしていただく、このお願いを続けてしたいと。要するに休業要請とか外出自粛とか強い規制というではなくて、社会全体で感染防止を図りながら社会経済活動のレベルを上げていくと、福岡県としての基本的な考え方がございます。それに沿って社会全体として
感染防止を図っていくという一環で、県民の皆様にはこういうお願いを、事業者の皆様にはこういうお願いを引き続きお願いをするということであります。どうか皆様方にはご理解とご協力をよろしくお願いをしたいと思います。合わせて一番下にありますように、国で今推奨しております、接触確認アプリ COCOA と申しますが、それに、多くの皆さんに、参加をしていただきたい、登録をしていただきたいというお願いを今回もやらせていただきたいと思います。次を出してください。で、まもなく季節性のインフルエンザの流行期にあたります。このインフルエンザとコロナの同時流行、これは何としても避けたい。インフルエンザの方で重症化されますと、コロナの関係の病床に圧迫をすることになります。それからコロナの次の波というのも季節から言って懸念をされているわけであります。このインフルエンザとの同時流行とコロナの次の波、これをその懸念がありますので、それに備えるために今年は65歳以上の方と60歳から65歳未満のこういったご病気をお持ちの方についてはインフルエンザのワクチンの定期接種といいますか、定期予防接種を無料にいたします。無償化をしておりますので、皆さん進んでこの予防接種を受けていただきたいと、該当される方は急いで受けていただきたいと。合わせて、今年この範疇に入らない方々も、予防接種を受けられる方大勢いらっしゃると思いますが、錯綜することが予想されますので、今10月1日からこういった方々の予防接種優先的に始まっております。残りの方々は25日まではこういう方々を優先して接種を受けていただくことにしてありますので、26日以降予防接種を受けていただけるようお願いを受けていただくようお願いをしたいと思います。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせをいただければと思う次第であります。最後のお願いをしたいと思います。ここにございますように、コロナによる偏見や差別、そういったことをなくしていこうという再度のお願いであります。今この瞬間も医療の最前線で医療従事者の方々にはご奮闘いただいております。そういった医療従事者の皆様、それから社会の現場、さまざまな現場で社会を支えている皆様、奮闘されているわけでございます。そういった方々について県民の皆様、どうか感謝と応援の気持ちというものを持っていただき、またお示しいただければと思います。合わせて一方で感染をされた方、それからこうした医療従事者やそのご家族に対する誹謗中傷や許されない差別言動等が見られるところでございます。こうしたことが起きないように県民の皆様にご理解とご協力、これについてもぜひともお願いをしたいと思う次第であります。私の方からは以上でございます。よろしくお願い申し上げます。